神奈川の中目黒のこれ知ってる。お久しぶりです。お久しぶりです。皆さんお久しぶりです。改めて説明させていただくと、はい、この番組はですね、大塚カドマンと中目黒目黒が気に入ったアプリを紹介する番組となっております。はい、さあというわけでじゃあ、はい、気に入ったアプリ。今日はですね、はい、福江里さんの期待の新作、はい、サムライライジング。サムライライジングね。和風アクション RPG。はい、というわけで、はい、この真ん中にいらっしゃるのが、はい、サムライライジングディレクターの南里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。和風とこう洋風とかいろんなものをこう混ぜ合わせたみたいな、あのチャンプルー的な感じですね。あ、今回目指したのが最高峰のグラフィックでアクション RPG、まあ、ハイクオリティな、はい、あのアクション RPG っていうのを、はい、あの作りたいなというところで、早速、はい、じゃあ大塚さんに触っていただきながら、はい、なんか確かにグラフィックすごいですよね。そうですね、きめ細かいというか。これトップの画面になるんですか？これ本画面、そうですね、まあ、今設定しているそのパーティーメンバー3人が出てるっていう感じですね。はい、はい、早速、はい、早速これクエストに行けばもう行けます。メインのモードなんですか？ゲーム性、あ、これ3人パーティーなんですね。そうですね、はいはいはい、おうおうおう、あこのね、そうですね、どの辺入ればいいですか？まあ、ここにもうあの結構序盤なので、はい、割と気持ちよく誰でもクリアできるような。そうですね、はい、誰でもクリアできます。これもこれシングルプレイでいいですか？はい、パーティーなので、フレンドから、そうですね、そうですね、選んで、あ、じゃあ4人で出撃するんですね。なるほど。あ、そうですね、シングルの場合は4人の形です、ね、はい、じゃあ行ってみます、ね、行きましょう。この背景がなんかすごく和風だな。目黒さんのこのね、前傾姿勢の食い気味方、久しぶりじゃないですか。そうね、そうね。操作は、ああ、超なんか、あ、どこでもいい感じですか？そうですね。で、攻撃はタップをポチポチしていただけると。あ、本当だ。おお、あ、これまたシンプル。そうですね。で、もうあとはあの、うん、キャラクター入れ替えを、はい、ここのなんかすごいマップ広そう。あ、本当だ。やるって、あ、キャラ変わるんだ。そうですね。タメ攻撃よ。タメ攻撃、あ、気のせいですか？コンボをこう最後まで出すと、最後のフィニッシュが出るって感じですね。で、あとはもうあの下にスキルボタンがあるので、それを押していただければもうガンガン1個使っていい、フリーが減りますから。おお、カメラが、おお、早く追っかけてくれ。いや、追っかけないファイラって、ああ、ここで使えばよかった。あ、なんか緊急回避した。そうですね、スワイプであの回避が出るので、そのほうが気持ちよさそう。これ結構あの倒した後のバッサっていう、確かに気持ちいい、ね、演出気持ちよさそうですね。あ、あ、なんか、なんか、あ、食らったかと思った。回復が今、そうですね、これは今宝箱ですか？そうですね、宝箱というか、はい、壺とかがあの、はい、こう置いてあったりするので、はい、それを、はいはいはい、取ると、まあ、あの回復のこうクリスタルみたいなものが、はい、取れたりとか。あ、しかも23撃ってなってます。そうそう、和、はい、ですよ、和。かっこいい。あ、何で突っ込んできたんですか今？これはあの鳥ですね。あの結構その雑魚的でも、はいはい、そのいろんな行動をしてくるので、はいはい、こう位置関係とかを結構気にしながら。あ、そうですよね。今俺だったら避けられてますよ。この女の子は近接系のキャラ。そうですね。はいはい、お、ジョブがなんかあれですよね。あ、そっか、ジョブがあるんですもんね。そうですね。各キャラごとにジョブが設定されてる、はい。すげえ気持ちいい。ちなみに武士、黒魔道士、はいはい、白魔道士、はい、龍騎士、はい、修道士、龍騎士だ。火竜道、盗賊、はい、赤魔道士。ああ、でもなんか机にさんっぽくて、うん、そうですね、そうですね、そうですね、だってファイラとかでしたもん ね、 ね、さっきのあれも、そうですね、そのあたりジョブは親しみやすい、はい、はいはい、なんかありますか？入っていいですか？どうぞ。どうした？なんかなんだ、おお、あ、ボス来ました、ボス。おっと、おお、はい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 、あ、クワルマ、あ、なんかここも V 破壊可能。え、そうですね、上の方ってどうやって狙うんですか？あれ、あ、ロックオンが実はできます。あ、そうなんですね、はい、お、実はですね、はい、こうな、敵を長押しするとロックオンして、そのカメラもちゃんとこう、なるほど、あ、本当だ、自動追尾みたいな、そうです、あ、え、チャンチャンチャン、お、倒した、お、あれ、意外と、まあ、まあ、誰でも押せるやつ、序盤なのででも、これは分かりやすくて気持ちいいです ね、 いいですね。あれ、長押し、お、討伐、和風です、確かに和風です、和風で新鮮。
とこうクエストクリア、うん、そうですね読んだだけじゃねえここは英語なんだなるほど、おーよー、へー、うちのゲームだと割とその武器とか道具っていうのはもう拾うことでしか手に入らないので、まあたくさんいろんなものが手に入るんですけど、付け替えながら次のダンジョンに移動を踏む、ハクスラ的な、そうですね、そうなんですね、これは獲得した装備、そうですね、まあランダムでその効果がついたりするので、あ、能力値がこれなんですか、素晴らしい、大好物のところだ、これはついてないんですけど、プラスいくつっていう表示があるものに関してはレア度が高い、なるほど、でそのキャラクターに合ったものを手に入れることでよりこう能力が伸びる、なるほど、あ、しかも武器防具がランダムだから結構個性的に、そうですね、育てられる、はい、あ、これはいいかも、え、キャラクターはどうやって増えていくんですか、はい、基本的にはガチャですね、あ、そうです、ただ結構そのクエストなんかをクリアしてると、うん、クリスタルをもらえるので、はいはい、それでこう回してとりあえずはまあいろんなジョブを手に入れるところから遊びをこう見つけていただけるといいかなって感じですね、結構そのジョブごとにこう触り心地っていうのも結構こだわって差をつけてる、アクションとかも違うんですよね、攻撃も、そうですね、ただ見ていいですか、運試し、運試し、10連だとやっぱ星4確定とかあるんじゃないですか、思いますね、よし、これ演出があれでも変わんないな、おあ、おお、何、何だ、これが違うやつか、来た、来た、これ来た、あ、4だ、4だからの、からの三三さらに三三ちょっと盛り下がるのは最初のひょっとこのお面つけてたのが、そうですね、いい感じのあれで一個リアリティというか、はい、星が増えるみたいな演出なんですけど、あ、じゃあ、まあ、星5は本ちゃんに取っておきますこれマルチしましょうよ、マルチ、あ、マルチできるんですね、あ、難易度がハードモードは、シングルプレイだけなんですけど、うんうん、ここを1回クリアすると、はい、ハードモードが選べるようになります、じゃあ行ってみましょうか、行きましょう、はい、じゃあ失礼します、はい、はい、ちょっとドキドキするな、ね、おー、うわー来た、始まりましたよ、うわいいすごい痛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 い、この軽快な動きがいい、気持ちいい、おーすっげえ、おー派手しかもあれですよね、なんかサムライライジングって、うん、縦画面でも横画面でもできるんですよ、ああそうなんですね、あ、そうなんだ、実はそれすごくないですか、意外と大塚さん、横画面にしてみてくださいよ、横画面に、はい、もう、あ、本当だ、すっと、あ、もう画面変えるだけでダンス、そうです、そうです、もう設定とかじゃないんだ、違います違います、もういつでもどこでもいけます、あ、これなんか全然変わるのは雰囲気が、そうですね、見やすいですよね、そうですね、一応両手でプレイはできるので、はいはいはい、片手移動で片手こう攻撃みたいなことを、はいはい、あ、そうか、できちゃうんですよ、ほんとだ、こっちだ、そうですね、広いな、右上にミニマップが出てるので、はいはい、そこの赤い点が敵がいる場所です、うん、その家の敵を全滅させると次に行けるようですね、そうですね、あ、こっそり散歩をしてる人がいます見つけちゃいました実はスタンプあるんですか、そうなんですよ、え、どうやってやってます、教えないなんでですかこの番組ゲームを紹介する番組あ、ボスゾーンがあるよ、ここに本当だ、右下にです、あ、もう入っちゃったあ、わすが、おーっと、これは俺もうザザ、ザじゃないですか。ザじゃないですか。そうですね。マルバル。マル長押しでロックオンしていただけるとだいぶ見やすくなるんで。なるほど。敵のモンスターを長押し。そうですね。よしよし、おーやべ。もう大暴れしちゃうんで気をつけてください。うふう。あ、なんかスキル使うの忘れちゃうな。スキル使ってる。危ない危ない。危ない危ない危ない。お、スキル発動中ちょっと無敵かもしれない。あ、そうだ、気づいちゃいました、はい、すごいじゃん、あ、V 破壊成功、クリティカルゲーマーのちょっと血が騒いなあ、倒せる、うわ、しかもこれあれじゃないですか、右上にオートってあるじゃないですか、あ、そうなんですよ、え、オートもできるんですか、できますね、へー、うわ、すげー、移動と通常攻撃だけなんですけど、割と強くなっちゃえば、うん、もうオートでサクサクこう、うん、ですね、
周回プレイみたいなことだったんですね。よっしゃ、ちょっといいものを手に入れちゃいました。本当ですか。このプラス3がついて、あ、これか、あ、レア武器なんですよ。おお、あ、 V 破壊報酬なんだ。そうですね、押していただけると、はいはい、本当だ、 V 破壊報酬だけ別になってる。そうですね、あの V 破壊をするとこ の,、はい、あのレアな武器が落ちやすいので、普通に倒すんじゃなくて、まあ、頑張ってこう V 破壊して倒すっていうのが、あの結構大きな。なるほど、そうですね。お、頑張るといいものが手に入る。違う、ここまた部屋に戻ってこれるのすごいいいですね。そうそう、ね、あ、はいはい、確かに、はい、もう一回行けるってことですね。実は周回プレイが結構楽なので。他は意外とないですよね、こういう。ああ、そうかもしれないですね。一回解散になっちゃいます、でしかもここでちょっとあの、はい、よろしくみたいな、あれ本当だことができたりとか、そんなことができる。あ、これか、これか。そうなんですよ、スタンプ。こういうちょっとしたコミュニケーションになる。もうちょい強いところってあるんですか。ありますよ。もう一回じゃあ行きますか。行きましょう。おお、なんか雰囲気がガラリとかあった。これはもう見るからにあかん。やばそう。やばそう。もう和風ではなくなりました、ね。そのあたりはもうあの逆にそれを楽しむぐらいの感じで。てか敵硬いですねこれ。硬いです。回復はアイテムなんですか。アイテムか、あのアビリティでその回復、はい、魔法持ってる人が、持ってる人がいたりとかって感じですね。あれ、どなたか白魔導士の方いらっしゃいますか。俺かな、これ、これ、あ、お、あ、来た、おお、お、2人は回復できる。あれですか、範囲とかなんですかね。あ、そうですね、そういうスキルを持ってる人もいますね。なるほど。で、音を試していただけると、もうあの実は隣の部屋まで自動的に行ってくれたりとか。ああ、そうなんですね。ああ、それは楽ちん。それは楽なんだ。それ触れば解除されるんですか。そうです、そうです。ちょっと大塚さん、動き見てくださいよ、敵の。見てる、見てる。今なんか文字なんだ今これ目まぐるしくて結構悪い。もうあれですか、ご老体にはきついですか。いや、これもうジュビローが侍役なんかなんだから、もう率先して突っ込んできない。率先してますよ。おおっと、これはやばそう。硬そうだなこいつ。鉄強人、鉄強人。スキルガンガン使って、はいはいはい、いて、いた、あーやばい、うわー、死ぬ、外した、やばいやばい、そっこ今痛い。これは本当にやばい、気合い入れないとやばい、やられますよ。やばいやばい、先に死んだ人パップですからね。何急にそんなパップをつけるんですか。やべやべやべ、これ強いぞ。やばいやばい、やべ死ぬ、やばいやばいやばい、やばい、これ勝てえ勝てえ勝てえ、やばいやばい、これやばい、危ない危ない危ない、あと半分以上か。ここら辺あの多分大体カットされてると思う。よし、いけるいけるいける。なんか集中攻撃面白いから、スキルのタイミング忘れちゃいましたね。忘れる、確かに。危ない。うわー、やったー、きたー、あー、いい手応えでしたね。やった、いや、ちょうどいい強さでしたね。普通だったらここまで来るの結構大変なんですよね。そうですね。俺あと気になったのって、その最初の本画面にスゴロクってありますよね。あ、あったあったあった。そうですね、ほうほう、あのちょっとした遊び心なんですけど、はい、サイコロを一定時間に1回こう、はいはい、もらえるんですけど、はいはい、それを食っていろんなものをもらっちゃおうみたいな。あ、もらえるんですか。そうですね、あとは武器ごとにそのボーナス値がつくその施設みたいなのがあって、はいはい、それにあのレベルアップとか要素も入ってますね。1日にこう何回かこうこれを遊ぶとアイテムがちょこっともらえたりとかっていう感じですね。いや、面白い。いや、これ普通に面白い。これ本当期待してます。はい、はいはい、ありがとうございます。気持ちよかったです。さあ、といった感じですね。はい、今事前登録やってるんですよね。そうですね。なるほど。事前登録中ですね。はい、はい、ぜひダウンロードして、あの事前登録して遊んでください。はい、はいはい、というわけでサムライライジングでした。じゃあ次回のコラシュタル忘れてなかった。